はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断で追加された参戦の号というねカードを使っていこうと思っていまして、このカード可能性の塊じゃないですか、マジで。このターンね、相手がモンスターの効果発動している場合、デッキから参戦の号以外の通常魔法通常トラップカードをセットすることができると。まあセットしたカードを発動できないんだけど、相手のフィールド上にモンスターがいたら手札に加えることができるということで、まあ高校で打ったら結構やっぱ強いね、相手のフィールド上にモンスターいるから基本的には。でしかも相手の効果大体発動するんで、でじゃあ何をセットするかという話なわけですよ。で僕はちょっとこの手札に加える効果を基本的には使っていきたいんで、高校で使っていくことを想定して今回組んでいまして、でねやっぱね打ちたいよね、芝刈りじゃない豪華の芝刈り、やっぱ理想ムーブだと思うんだよね。でまあ他にも通常魔法カードだったら、まあ結構強いカードいっぱいあってさ、例えば名推理とかモンスターゲートとか、こういうなんか圧倒的墓地肥やし系カード、これをね打っていけるわけですよ。でじゃあ何で打っていくかと、今日ねインフェルノイドを持ってきました。まあ、芝刈り、名推理、モンスターゲート、これ全部使いこなせるといったらインフェルノイドでしょということで、まあちょっと若干そのインフェルノイド自体の連動はめっちゃ低いんですけど、僕そんな使ってなかったんで、ただこれ使っている感じね、めちゃくちゃ楽しい特にクシャトリラが結構多いから、まあアライズハートちょっときついんですよ、あの墓地壊せないから。なんでちょっとそこだけは懸念材料ではあるんだけど、ただアライズハートって大体強制効果だから、まあ結構参戦の号とか、参戦の際とか、まあ、あとサンダーボルトとか、この辺全部効くんですよね。まあ、一応アライズハートをパクれるようになんかいろいろアーゼグスとかそういうの入ってるんだけどさ、こういうカード入れておくと一応マックリ札が普通に機能するんで、まあ、ある程度通常魔法で手札が固まってくれれば全然マックできるかなと。まあ、あとはねこの辺の脳死モンスターを、入れて、まあ、マックっていければいいかなというところで、早速ねこの参戦の号というねカードのちょっと可能性を皆さんにもお見舞いしていきたいというふうに思っております。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。おー、なんか魔法カードいっぱい来てる、熱そう。魔法カードがねいっぱい来ることが大事なんですよね、インフェルノイドって。やっぱ手札に来てもあんまり強くなくて、手札から除外してらしたところでなんかアドバンテージあんまりね損だから、だから魔法カードがいっぱい来て墓地にリソースを貯められることが一番強いですね。ピュアリー OK、 いいでしょう。一応ピュアリーの回答は参戦の豪華の深淵の宣告者を入れてまして、まあ、その動きが一応あのノワールをしょれる手段ですね。まあ、いつも通りの展開だな。 OKOKOK 了解。まあ割とあれっすね、アセンブリーナイチンゲールキモいっすねそれがキモいかな。でノワール効果発動してくれてて、参戦の効果これでもう打てるようになっている。まあ、一応ライトニングストーム打って、ちょっとねもうアセンブリーはもう無理だわ、ケアできない。後ろで後ろ破壊したいという話。これマイクレンドにさ、あの破壊耐性ついてる、これちょっと全然見てなかったんだけど、ついてたらキモい。ついてない、やったラッキー、マジついてないじゃん、マジでラッキーなんだけど。それはねでかいな。参戦の5、いや参戦の際か、いやこれ参戦の5だろ。参戦の5を発動し、あこれ占って言われたらやばいか、やばい、ミスった、危ねえ危ねえ危ねえ、占って言われてたら普通にこれサーチ入らねえもんな、やばい、ちょっとミスた。ちょ慎重に行こう慎重に行こう慎重に行こう。深淵の宣告者、ちょ高校まくりちょっと苦手なんですよね深淵の宣告者発動、闇属性、闇属性、なんだっけあいつ天使か、天使族、はい、闇天使を自分の手で墓地に送ってください、自らの手で、よーしオーケーで参戦の際、これパクリなんじゃない、これだからこれどうせキル取れないんだよな。参戦の際発動して、これパクってアゼンス乗せればいいか、どうせこのターンキル取れねえんだよな。だったらアーゼウス重ねといた方がいい説。相手手札3枚でしょ、3枚だったら大丈夫なんじゃないかな。ちょっとワンキル厳しいんで普通にこれでいこうと思います。はい、でメインフェーズ2でアーゼウスを乗っけておいて、
まあ、これでなんとかなるんじゃないですかね多分。3枚だから大丈夫だと思うけどな、キル取られないと思うけどな、こっからでエンドフェーズ入りましょう。相手のアーゼウス出てきてもまあ言うてだもんね、まあ、でも手札3枚からそんななんか大量素材のアーゼウス出てこないと思うんだけどな。はい、さあお相手し、おエンドフェーズ、よし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 、でかいぞこれは、非常にでかい。なるほどなるほど、手札抹殺で。あ、なんだ俺、え、うららか、あ、うららだ、なるほど、うらら、え、じゃあ左で切り落とす、左腕で切り落とすって結構あるよねこれ、これ切り落として芝刈りなんじゃないの。いや結構落とせるな、これ切り落として芝刈りやろ、芝刈り持ってきてでぶち込んでいく、いけ、ドゥラッ、うわあ白井行した神ゲー来たわ、やったぜ、これはでかい、これはでかいぞ。でこれでクソ適当にリンクして、クソ適当にリンクしていけば多分これワンキルや、来た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 、神ゲーを切る、あれ、え、なんで、あ、やべえ、出せるモンスター入ってねミスった、やばい、出せるモンスター入ってない、ミスった、やってしまった、あ、そうか、引いた炎属性いねえもんな、やべやべやべ、ちょ、ミスった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 クソみたいなミスした。いやでもアーゼウスと白雪あるからなんとかあんだろう多分。ちょ待って、ごめんごめん、ミスった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 わ、意味不明なミスした、これ白雪とアーゼウスで出せるリンクモンスターやなきゃ、なんかでこんな場面あるか知らんけど、それかまたは、アーゼウスを白雪でマイフレンドだと、まあいいだろう、マイフレンド許すわけないだろう、許すわけねえだろうがこれ白雪ももちろんくれる、だからあれだね、アーゼウスを除外すればよかったんだね多分、ちょっとエクストラデッキ全然見てなかったわセットね、はい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 、死ぬかもしんないもんね、だから白雪でこれアーゼウスもろとも除外しなきゃいけないんだな、つまり俺のエクストラ的に名推理最強かよ、あまりにも最強カード来たわ、まあ一旦名推理打ってからでいいね、これウララとかあったら一回打たせて、はい、なんもねえか、なるほど、で選択はレベル1、分かり手じゃん、分かり手、なるほど、でそろそろめきられてもらっていいですよ、もう残り時できないですよ、デカトロン OK、デカトロンくんが送られていく、でこっから白雪だな、白雪姫さん、ちょっとアーゼウスくんどかしてください、邪魔なんで、ランクがね12なんでね、これこいついるとね墓地からなんだっけインフェルノイド出してこれないんですよね、はい、ちょそれがうざいんで、で適当に除外して出てきて、はい、で、はいと、ほい、さっきうららいたからこれあれだな、これリリースで除外がいいんじゃないか、引いた作ってうららもらって、セレーネしてアクセスしてキル取ればいいから、引いた効果発動してうららもらう、はい、おー、ほいと、でセレーネ出す、はい、よいしょ、オゲでセレーネ効果発動、あれなんか注意しなかった今、なんかあ注意してた、これニビルか、にニビルっぽいな、なるほどニビルか、ニビルだったらこれリリース出せばいいのか、だつまり決まって、ニビルケアしなきゃいけんわ、ニビルがいるらしいやつは、だから多分これで3枚を除外してリリース出して、これで一応あれですね、モンスター効果無効できるん でこっからアクセスするわ、多分いいんじゃないかな、カウンター19ってやべえなでアクセスコード効果発動して
セレーネ大将で打点が、上がるで風を掴んでいくぜ。うおアクセスインテグレーションパリーンファルなら OK でバトルフェーズバトルバトル、あーやっぱりな、なるほど、オッケー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 、それはケアして、おーいてよかった。でリリースをリリースして、リリースをリリースにちゃー、はい、で、ニビルをゲームから除外、よしオッケー来たわ、危なかったちょっとあのね、あの連動が低すぎてプレミめっちゃ多い。あー割と悪くない反動だな。反動的にはラバゴでしょってからサンダーボルトっていうクソ脳死プレイできんの、これパライドスいいだろう。いやこれクシャトリアだったらいけんだろ多分。クシャトリアだったらいけるんじゃねえか。いやちょっとあのワクワクしてきたな、興奮してきたな興奮してきたな。これクシャトラアライジングハーツ、うぜえ、うざすぎる、うざすぎるけど、これ普通にラバコでラバコ3ボールで全部しょれるああ余裕で誰なーにー、きっしょいなー、きっしょいのー、きっしょいのー、ハンデスか。いやでもこれでもサンダーボルトとラバコあるからこれ絶対勝利できるな盤面は相手これ今これグレンの指名者打って絶望してんじゃねえか、なんだこいつの反応ってなってんじゃねえこれ。いやこれだってラバゴかサンボルどっちか残るからね、これどうすんだろう相手。ラバゴなんだ、なるほど、ラバゴを、まあ、引っこ抜いてでアライズハートの素材が供給されていく、まあそれどうでもいい、はい、なるほどね。ビッグバンサンボル発動からだな多分な、サンボル発動してクシャトリアシャングリラだけ残る感じだよねこれ、まあ、とりあえずサンダーボルトでアライズ、ちょっとアライズがねいると除外されちゃうんでカードが、芝刈りとかね打とうと思っても打てないから、はい、オッケー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 、妨害なかった、これでかすぎる、どっから入ろう。一回ちょっとうららチェックするか、強欲で金満夏棒打ってうららって言われたらそん時かん煉獄打てるから、まあ、一応こうして、あだからデカトロン消化すればいいのかな。あーオッケーオッケー、うららオッケー、うららオッケー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 、いや全然大丈夫、全然大丈夫で、そしたらねちょっと一応ね、ああまあそうそうそう、シャングリアはいい、これ多分一応だからあれか、リリースをコピーしておいて一応ウララもケアもできるのか、別に普通にそれでよかったな。まあいいや、まあこれは通るでしょさすがにね。さあさすがに通っていく、まあネファモスを含んで素材をいっぱい送ればいい。相手のエクストラデッキから出てきたモンスターが相手の盤面にいる場合はなんかそのデッキのねモンスターもなんかめっちゃ素材にできるっていう、まあそういう効果ありまして、でこれでまあ無限に素材を、デッキから叩き落として融合していくと、融合召喚インフェルノイドティエラ効果発動。さあ素材もうねえな、あのシャングリラくん、これシャングリラくんだけでいいか、シャングリラくんだけで良さそうだな。シャングリラくんしょって無限包容だけケアして、なんか殺しに行きゃいいんじゃねえかって説あるんだけど、まあ一応全部処理ますか。なんかで、あ相手のエクストラ送れますからねこれね、お互いにそれぞれ自分のエクストラデッキカードを3枚選んで墓地を送るという効果、まあ相手結構きついんじゃない、割とリソース削られて、これはこれで、はい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 。でこれ自分割んなくても別にいいよな、パライゾス、ガルーラ、ヌトス、一応無限包容でもセットするよね絶対、無限包容あったらだからいいんだよこれで、多分これでいい、無限包容あったら絶対セットしてる。でそうですね、デカトロン召喚でデカトロンの一応効果発動で、モンスターを墓地送って、これ何でもいいで2体で引いた
グラビティコントローラーじゃダメだ。リンクスターにできないからグラビティコントローラーじゃダメで、ヒーター出して、で相手の墓地炎属性いるんで特殊召喚します。はい、であ、これライズハート、ライズハートパクれんじゃん。マジライズハートパクれんだけど、これアライズ乗れる、もしかして俺アライズ乗れるのでは。なんかアライズ乗れるんだけど、迫真のシャングリラの効果破棄するべきだったかもしれないですよ先生。なんか全然クシャトリラでもなんでもないのにクシャトリラアライズハート出てくさで、特殊召喚するのはまあ結構どうでもよくて、モンスター効果一応無効にできる方が強いかなといったところなので、リリス出す、ほい、ほい、はい、でカード除外されたのでなんか吸収する、まあこれなんでもいいですね。はいはい、とで、まあバトルフェーズ入りますよね。7750バトルフェーズですね。これちなみにあれですよね、あのアクセスコールとかすれば普通に勝てそうでしたよね、単純にね。はい、でバゴーン、バゴーン、バゴーン。神ゲー起きた。うわー、こういうね、なんかね、あれだね、 EFL ノイドがめっちゃ手札に来てるみたいなね、そういう時ちょっと一番ゴミだね、反動的には。なんか手札に真緑みたいな、あの竜炎層みたいなハンドがいっちゃん強いです、正直。京都ウォーターグラウント、やば、激ヤバカード発動されたんだけど、中古なんだこの怪獣リッチャーみたいな、なんか謎のデッキ、やべ、全然わかんねえ、なにこれ。わけわかんねえ、グリムリッチャーやばすぎる、やばすぎる、そのモンスターは一番やばい。ガメシエルとリチュアアビスをリリースだと、何リチュイビルチュアネーレイマナス、強い、最強モンスター来た。イビルチュアネーレイマナス君の、爆弾によって、あ、これでもしかして、あ、やばい。強やばい、あ、そういうこと。劇的にやべえ動きしてんだけど、そういうことか、なるほど、スターター持ってんの、ちょ、やばいかもしんない、これさすがに命令バランスにガメシエルカウンター5、やばい、いやこれ誰が勝てんねん。無理だろこれ、誰が勝てんねんこれ、はい、ラバコあったらワンか、これラバコだったらワンだな、ラバコあったらワンチャン、頼む、デステリードロー、はい。はい、なんか使ってもらうしかねえんだよな、これマジで使ってもらうしかねえ、マジで使ってもらうしかねえ、ちょっとライトニングストーンをなんとかして打ちたいんですけど、エルフの効果発動します、なんか出てきます、これなんか試合ターンでセットカードをなんかバウンスしたいんだけど、ガメシエルだよね、オッケー、いいよ、カウンターが減った、カウンターが減ったぞ、よし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 、カウンターが減った、カウンターを減らすことが大事だからな。そして一旦ダイスと打っていいか、ダイスとライトニングストーム、ライトニングストーム、モンスターぶち壊したい、まあ、多分キャロット使ってくるでしょうこれ、はい。いや無理だろこれ、いやしかもこれでカウンターたまんのか、無理だな、無理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 だわ、無理だわこれ、だってゴードン2回無効にされんじゃん、ちょ勝てる気せん、マジで何棒がやんのこれ、もしかして環境デッキできました、これこれかは、リチは怪獣スプライドの時代か。